Very nice. Very nice. Thank you. 福島若菜、趣味は一人酒、特技は食べ飲み放題です。よろしくお願いします。モテそう。前回ベトナムへ降り立った函館出身の超アクティブ女子、若菜こと福島若菜。まずは首都ハノイを散策。そこには人々の活気あふれる生活があった。あとこれもぜひ食べてみてください、これは、これ頼んでないけどいいんですか。もういもういこれはもうぜひサービス。そこでベトナムの人たちの優しさに触れることができた。アジアとつながるガチャンコジャーニー。今回北海道とガッチャンコする国ベトナムは南北に細長い形をしていて、北は中国、西はラオス、カンボジアに接している。面積は日本の9割ほどで、およそ9000万人の人々が暮らしている。近年世界各国の企業が工場進出をするなど、急激な経済成長を遂げている国であり、ビジネス観光とともに世界中から注目を集めている。それではいざガッチャンコ。これ食べるんですか。食べるの、はい、中にあのカニ味噌があってですね、カニ味噌とカニ肉を分けて。いやイカとかさ、あれ手でやってんのすごいね。水道ないんだね。床でさばくってすごい。あフィッシュズスタンプ。あ、あの魚なに、あれフィッシュ。 Where? What is this? See the cách màu for the cách màu. What? Đây là khuôn bánh xẻo, bánh nướng và đóng cơm. Tức là... Kata desu. Keki を作る時の型. Keki! Đấy, đóng cơm và đóng khuôn bánh xẻo, bánh nướng, đóng xôi. À, これかわいいね。インカンですね。え、これかわいい。あれ、パンニディエン、あ、40,000円、200円、結構するんだ。こういうものはですね、あの、この値段が妥当なんですよ。全部手作りなんですよ。あー、Do you know Hokkaido in Japan? え、ちょっとチャリーだな。チャリー行ったこともないし、知らないです。ぜひ来てください。私、これ買うから来て。Nhiệt Nhật có đắt không? Thôi lấy nếu mà thì lấy xem 30,000 thôi. Dạ, 3 mang đồng thì được chứ. Ê, hôn tố. Thank you. Mình em bé là bao nhiêu tuổi mà dự sinh đấy? Hả? Ôi, cứ chút được chứ? À, 32. 32 tuổi. 32. Cái Nhật Bản không sinh như này đâu. Dạ. Kì lệ ですね. À, là.よく言われます。あー、Thank you now. Thank you. あー、バイバイ。あー、ベトナムで調子に乗ってしまった。そうそう、本当褒められると乗りやすいタイプだよね。ところでこのガッチャンコジャーニー、若菜はベトナムと北海道をつなげるため旅をしているのだが、このお手伝いをしているコーディネーターさん、日本語うますぎませんか？え、日本人ですか？日本人じゃないです、ベトナム人。ベトナム人ですか？え、なんでそんな日本語ペラペラなんですか？あの、実はあの昔ですね、はい、今から遡って10年ぐらい前に、うん、約7年間日本に留学していたんですよ。え、どこに留学？実はですね、うん、同じところにいました。
え、同じところ自衛隊？どこですか？若菜さんご出身の北海道。北海道なんだ、早く言ってください。3年間も住んでたんですか？しかも、与党地にあったところです。駐屯地旭川。そうなんですか。なんと身近なところでガッチャンコ達成。しかも千音さんの友人も同じく北海道に留学していたそうで、日本語ができるその方がいる。実はハノイいるんですよ。同期の。あ、そうなんですか、はい、会える？夕食の時に。ということで、チヨンさんのお友達もディナーにお誘いすることに。帰宅ラッシュで混み合うハノイ市内を移動。到着した先は日本食レストランのカン。はい。来ました。こんばんは。久しぶり。お久しぶりなんですか？はい、そうなんです。昔一緒に北海道住んでた、友達、タウと申します。タウさん、若菜です。よろしくお願いします。すごい北海道つながりじゃないですか。僕は旭川で、彼は函館で、私は函館出身で旭川にもいました、ね、そしてこの2人もつながってます。ガッチャンコ。こちらのタウさん、函館高専に3年間留学し、その後ハノイで IT 企業を設立。日本企業と取引をするやり手のビジネスマン。そしてチヨンさんは旭川高専に留学後、得意の日本語を生かし、日本のマスコミの取材コーディネートなどを手掛けている。今夜は北海道と親交の深い2人とガッチャンコな夕食だ。え？サンマ？え、ハノイでサンマ？ハノイでサンマ。意味わかんない。しかも実はあれですよ。これがですね。はい。なんと北海道の根室で取れるサンマ。根室産のサンマなの。根室のサンマ？すごい、超ガッチャンコじゃないですか。そう。こちらの日本食レストランでは根室市からサンマを取り寄せている。実は根室市では2010年からサンマの輸出を始めていて、去年なんと665トンものサンマがベトナムに輸出された。この根室産のサンマはハノイ市内の日本食レストランやスーパーで販売され、ベトナム人に徐々に認知され始めているとのこと。うまいわ。変わらないですか？全然変わらない。え、おいしい。ちょっと食べましょう。はい、おいしい。おいしい。うまい。ね、うまい。北海道だ。根室のサンマだ。分からなかったけど、お二人はどうして日本語を勉強しようと思ったんですか？僕らの場合は日本の文章の奨学金っていう制度がありまして、でこっちの大学 の在学中の時に、その成績のいい1位から3位までの学生を対象に、その奨学金が降りることになってるんですよね。で僕らがその、一応成績が良かったということで選ばれて、それで試験を受けたんだよね。で受かって、やっぱり日本、で初めて日本行くっていうことがそこで決まりましたね。そっから北海道ですよね。そこからいきなり、自分がその どこの学校行きたいっていう、その希望する場合できなかったんですよね。要はその日本の奨学金もらうということで、日本の文書が、東亜がここだっていうのが、俺の場合ね、なんかどこに行くかって函館って文字読めなかったんだ。あ、そう、漢字で、漢字で、あれどこに行かれ
すごいな。私まさかね、こうやって出会えるなんて思ってなかったですよ。今日も一人酒かと思ってたもん。いやうん、嬉しいよ。だってか、そうですよ、北海道の話に花が咲くなんてね。アジアの新興国ベトナムと北海道のつながり、まだまだガッチャンコしますよ。この日ワッカーナが宿泊した先はハノイデーウーホテル。ハノイ中心部に位置し、観光スポットへのアクセスも便利。近代的な施設と最高のサービスで、各国の VIP も利用する5つ星ホテルだ。ちょっと聞いてください。本当に本当に私事なんですけど、昨日アイロンかけてたんですよ、日本と同じように。そしたら海外って電圧が高いんですね。私の大事な洋服に穴が開いてしまった。オーマイゴーシ。でも日本と同じようにやったんですよ。私アイロンなんてもう超かけ慣れてるんだから。説得力がないですけど、皆さんも海外に来た際には気をつけてください。以上、ワッカナのあるある海外トラブルでした。さて、朝7時、出勤ダッシュの合間を縫って向かった先は、おいしそう。あれ、これフォーじゃない？フォー食べてる、みんな並んでるね。食べてみるか。朝から行列ができるこちらのお店はフォーの専門店。フォーとは、鶏や牛から出汁を取ったスープにお米から作られた平たい麺を入れ、肉や野菜をトッピングするベトナムグルメの定番メニュー。ここベトナム北部のハノイはフォーの本場とされるが、このお店はその中でも有名な人気店だ。すごい、この箸の置き方とか。びしゃびしゃだよ、箸。若干大丈夫か。いや嬉しいな、やっぱベトナムっつったらフォーでしょう。ベトナムでフォー食べれるなんて嬉しいな。やっほー。いただきます。うまい。コクと出汁の塊っていうか、麺いってみるか。うわー、あっさりだわ。麺があっさりしてるから、このコクのあるスープとマッチだね。ナイスマッチング。うまー。まあ、肉すっごい入ってる。これお肉の絨毯すごいね。メニーミートインマイフォー。このフォー、家庭であまり作ることはなく外食が一般的。地域やお店によって味は異なるため、いろいろなお店で食べ比べをするのも楽しいですよ。CM の後、ワッカーナ市場で大発見。いや、やっぱりこうベトナムって食べ物が美味しいから、その美味しい食べ物の元を見たいなと思って、市場覗いてみたいと思う。ここだ、ホーム市場。すごいことになってる。こっからもう始まってんの。グッドモーニング。おお、野菜とか。お、これ何、漬物。
あ、お米も売ってる。面白い。ここは旧市街といった観光スポットから少し離れているため、観光客は少なく、地元の人たちがよく利用する、まさに庶民の台所といった雰囲気。野菜や果物、肉、魚のお店が所狭しと並び、午前中の時間帯を中心に賑わいを見せる。うわー、綺麗。野菜、It's vegetable world。 果物、来た、果物。あー、マンゴー食べたいな。これいくらですか？ How much is it? あー、3? 3?寒いのかな。これ絶対ね、めっちゃうまいんですよ。私これ買いたい。日本では高級フルーツのマンゴーがなんと 1kg およそ300円。果たしてそのお味は。いただきます。果汁 200%、 濃いわ。おいしい、マンゴー。甘すぎ。うわ、魚いる。これなんていう魚？何これ？ライギョです。ライギョ食べなくない？めちゃくちゃ美味しそうですよ。いや、ライギョ、模様はライギョかと思ったんですけど、食べないよ。ライギョ、これ食べるやつですか？食用です。ものすごく高いです。食用か。私カエル飼ってるからさ、ちょっと複雑。うわー、サンマじゃない？サンマいる。これどメイドインフロム？ガラウコ。ハイファンマ。これですね、ハイファンというのは南、ここから100キロ離れてる南高島で取れてる、ベトナム産のサンマです。ベトナムにサンマいるの？いや、サンマね、私北海道から来たんですけど、日本の。日本ではよく食べられるんですよね。よく食べますよ。美味しいんです、北海道のサンマ。この辺はまあ北海道と若干違うけど、でもサンマはこれガッチャンコじゃない？カリドエマスイね。え？何歳ですか？そんなお綺麗なの。あ、可愛い？可愛い。私ね、13-2。バメハイドや。スイングは？Yes。綺麗すぎる。スイング。綺麗すぎる32歳、どうもありがとうございます。嬉しいからシールあげる。いい？本当に？Thank you。 ありがとう、こちらこそ。貼ってくれた。 Thank you。 すごい、すごいよ、この市場にシール貼ったからね。Thank you ね。Come on。 すっごい面白かった。華やかな感じがした。その野菜もそうだし、地元の人がなんかこういうところで買って、ああいう美味しい料理になるんだなって思って、いいですね。なんかいろんな国のこう市場とかスーパーとか見てみたいなって。ここなんだ。 CM の後、若菜驚きの光景に遭遇。今だ。
え、線路だよね。なんだここ。すごい光景。汽車通ってんのかな、そもそも。あ、お家、あの住宅街、住宅街。みんなどうするんだろう。普通にクッキングしてるよママは。さっきより線路に物が出てる。出てますよね、はい、明らかにね。来たー。ゴミいいの、ゴミいいの。ゴミそのままだ。うわ、家から近っ。うわ怖い。うわ、お腹出して。ベトナムって面白そうと思ったら思い切って行っちゃいませんか。ベトナム航空なら東京、大阪、名古屋、福岡からたくさんのフライトがあってとっても便利。ベトナムの国内線を乗り継いで地方都市にも気軽に行けます。詳しくはベトナム航空のホームページをご覧ください。次回のガッチャンコジャーニーはベトナム激安コーディネート。気持ちいい。そして世界遺産のハロン湾豪華クルーズ、お楽しみに。出てきた。 CM の後ベトナム水上人形劇に驚愕。